に連れ出そうと。どういう神経してるのかな。売春宿じゃない、サロンだよ。一流の同じだ。ジェニーは兄貴が思ってるような女じゃない。暴れは暴れだ。あいつは違うよ、そういう女とは。大丈夫だろ。ジェニーはまともな会話ができる人間だ。それにあんな人間らしい女に会ったことだ。だったらどうせそんなバカにいる。さあ、運がないんだ。くだ、人間生まれつきの詩人もいれば、お前ユダヤ人もいれば消防士もいるんだ。生まれつきの売春だって言うんだよ。ちょっと兄貴、わけのわかんないこと言ってないです。お前何企んでる。俺をそこに連れて行くのは、なんかお前見返りがあるからだろ。言ってみろ。俺は兄貴、兄貴の力になるんですよ。売春が何の力なの。兄貴は取り戻すんだよ、笑顔とか元気とか。そう、人とのつながりをさ。今の兄貴は死んだも同然だ。俺は死ぬ。このピストルで。本当は妻と一緒に埋められるべきだったんだろうな。そうやってウジウジしてるうちに堕落しちゃうぜ。何が堕落だ。お前が俺に言うことがあるんか。しろってほら、酒でも飲む。